痛免火ため背脂多め、パーッと餃子。血糖値大丈夫？伴奏霊茶、食事と一緒に飲んどきましょう。10時です。土曜ワイドラジオ東京、TBS ラジオ A 六助その新世界、岩手県小電車求心製薬がお送りする六助交友録です。長引く不況、不安な将来に備えてコツコツ貯めてた貯金や年金、それが自由に下ろせなくなるなんて。預金封鎖、それは財政破綻した政府の最終手段、政策の名を借りた資産没収だ。来年7月、新札切り替えをきっかけに終戦直後実施された恐ろしい経済統制がデフレ大国日本でまた繰り返される。その時、虎の子の資産を守り抜く方法とは。研究出版、副島貴彦著、預金封鎖、小電車より発売中。国はあなたのタンス預金を狙っている。お元気ですか、滝田栄です。階段の上り下りが辛くてせいぜいしちゃう。ストレスや残業続きで胸がドキドキします。立ち仕事が続くと頭がぼーっとするの。じゃあ休診で血液の流れを元気にして不快な症状を楽にしましょう。動悸、息切れ、しつけに では A さん、はい、ご紹介をしていただいてもよろしいですか。はい、どうぞ。A さんに山本夏彦さんという私の尊敬する、はい、室内という雑誌の編集長もやってらしたんですが、はい、その方の文章の中にもう本当に憧れの対象として内海義恵が出てくるんですね。はい、で内海義恵さんは漫才師とか芸人とかいう、うん、そんなことで言ってはいけない人だ、教養のあふれている婦人っていうのはこの人のことだというふうに褒めてたいたの。義恵さんが亡くなって7年7回忌、はい、でその今朝レポートをしましたね。長崎で大村というところで義恵さんが やってた寄席をバトンタッチしてやって、はい、で今回はその義恵さんにゆかりの、人たちにということで、はい、ゆかりってあんまりいないんですけど、芸の道の方では弟子がそれぞれいるわけですよ。で稽古義恵のそれぞれの弟子がコンビを組んでいるのは笑い組、え組というコンビで、はい、で東京ボーイズがちっとも芽が出ないっていうギャグがありますけど、この二人もあんまり芽が出ないんですね。で出ないんですが、出そうかなって気はあります。この間新聞で花井さんって評論家がいらっしゃるんですが、はい、とっても縁組のことをだんだん良くなってきたって褒めてたんですね。それほどじゃないんですね。まあ、はい、ご紹介します。はい、縁組。おはようございます。おはようございます。そういうわけで、はい、我々は追悼のステージをおととい、はい、はい、ありがとうございました。そういう言い方をするわけでな、あなたたちの師匠だもんな。はい、そうです、うん、はいはい。はい。で、その時に僕がいきなり、師匠の追悼漫才をやってくれって言ったんですね。はい、で、それなりにそれはもう、あれは出たとこ勝負の。かなりそうです。二部構成だったんですよね。そうそう。で、僕は大体普段から、そういう、ことを若い方に割と押し付けて、はい、やれるやれないじゃなくてやっちゃえっていう、うん、やっちゃえばなんか見えてくるからって言ってやったんですよ。でそんな面白くはなかったんですね。面白くなかったけど、ほら本当の話だから、弟子の語る師匠の姿だから、その面白い必要はないんだけど、放送の場合はラジオの場合はきちんとお人柄も伝わり、なおかつ笑わせるっていう仕事をしたい。なんでさらにそこで縛りをつけるんですか。ものすごいプレッシャーですよ。いや、だってそれ芸人さんも追悼するのは笑って追悼するのが一番喜ばれることだ。それそうなんですけどね、みんなで泣いたってしょうがないだろう。意地悪なことをなさるのに富山さんに初めてお目にかかりない、はい、こちらの番組出していただくの3度目なんですよ。3度目なんです。で1回目の時はね、どっかの商店街の話しろって言われたんで、で2回目の時はね、 TBS の番組の悪口を言えって言われたんで、なんか縛りがないとこの番組出してもらってない。普通にいっぺんいいから出していただきたいなと思って。あ、持ち見て出てたことないよね。そうです。そんなもの出すかよ。素晴らしい、もう珠玉の和芸をね、お見上げて楽しみ。でも本当にこれ真面目な話、千夜一夜さんのところにも多少は流れてたんだけども、本当にしゃべくりって、しゃべくる、飛び回ったり、
するんじゃなくて話をするという漫才の系統を受け継いでるのはえぐみなんですよ本当に。その責任感がねないんだよ。あるんですよ、あるけど、あるけどそれを出さずにやるのがこれがもう、もう武骨な江戸っ子ですから。武骨な江戸っ子ですから。もう本当に、我々二人とも東京生まれ東京育ちなんですよ。今ね、漫才でいないんですよ、東京同士っていうのは。本当に。だから何なんだいや、武骨な江戸っ子。もう応対をさせていただいたりもいろんな。あとで、その追悼ね、吉江師匠の追悼漫才を、作ってきたものをやりますが、それぞれが、その中に入っちゃってる。どうして弟子になって、どうしてこうしてっていうのは。その話そうです。僕はでも入ってませんから、この方は、やっちゃってから話するのと、話してからやるのとどっちがいい？なんかこういう雑談の方が面白かったって言われたくないだろ？はい、ああ、それ確かにそうですね。でもそれいずれにしろそうですよね。だって前に雑談して後でネタやっても、前に、ネタやって後で雑談しても雑談の方が面白ければそれはそういうことになっちゃいますからね。やっちゃうか？やっちゃいましょうよ。やっちゃいましょう。人思いにやっちゃいましょう。じゃあ。殺すんなら殺せよ、もう。マイクは立ててあるから。はい、じゃあ、マイクは映ります。はい、笑う組、えぐみと、まず名前を覚えてください。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。本日はもう吉江のためにねお時間を作っていただきましてありがとうございます。どうも。もう私も僕もですね、もう内海桂子吉江の唯一の弟子として、もう本当に心よりお礼を申し上げたいという次第でございます。ありがとうございます。ちょっと待ってください。何唯一の弟子って。何がさ、あんた唯一の弟子は内海桂子さんじゃねえかよお前。あの方が亡くなったでしょ。内海桂子さんの弟子で僕は内海吉江さんの弟子じゃないですか。何勘違いしてあんた。あんた桂子吉江さんの弟子じゃないですよ。何よ、あんたは稽古吉江の弟子の脇に立ってる人、それで十分だ。あんたのやつどうやろな。だってあんた弟子にしてくださいって言ったことないでしょ一度も。あ、そうなんです。これそうなんですよ。この人ね、吉江に弟子にしてくださいって一度も言ったことがないんです。これ珍しいと思うんですよね。これどういうことかね、ちょっとね、富山さん初めてですから、ちゃんとお話しないと。ラジオ機の皆さんもご存知ないですかね。わかりました。あんたの方が、僕の方から。八木和夫がお話をいたので。これは実はですね、昭和59年の7月のことでございましたけれども、この人まだ当時ね、高校1年生だったんです。で、その時ね、ある日のことですけども、この人がいつものように学校をサボって、池袋に遊びに行くためにバスに乗ってたんでございます。で、そのバスに乗り合わせたのが、後にこの八木和夫の飼い主になります内海吉江でございまして、でね、この人がこの内海吉江を見ましてね、あれこの人どっかで見たことあるなというので、こんにちはっていうに挨拶をしたそうなんでございますね。ここでございます、この方の偉いところね。今の高校生なんかご覧ください。知り合いに会ったってこんにちはなんて汗なんかしやしませんよ。まあ全部が全部じゃない。ところがこの人は大変なもんでございますよ。知り合いはどころかね、どっかで見たことあるなというこのかすかな手がかりのみでこんにちはというふうに挨拶をいたします。というね、見上げた方なんでございます、この方というのは。まあね。でもこんにちはっていきなりこの人に挨拶された内海吉江が、あんた誰？と本人言ったそうです。そりゃそうですよね。いきなり見ず知らずのチンピラにね、こんにちはって言われる、あんた誰って言いますよ、それはね。そしたらまたこの人も負けてませんね。そう。ヤギですって炎上したらしい。そしたら吉江が、知らないって、皆さんこれで見事じゃあります。さすが、内海吉江、言葉のプロでございます。これだけの会話の中、全く無駄がございませんね。こんにちは、あんた誰？ヤギです。知らない。こんな無駄のない会話聞いたことがありません。大変なことでございますね。ちょっとうるさいから、ちょっと待って。とにかくね、まあ、あんた私のこと知ってるみたいだけど、それはね、あんた知り合いと間違えたのはね、私がテレビに出てる人間だから、それで私をね、知り合いと間違えたんだろうね。でそこで内海吉江が、私テレビ出てんのよ、私はね、女優の佐久間よしこよ、とこういうふうに言ったんだろうでございます。はい、ここでございますね。皆さん美人のね、代名詞いろいろある。まあ今だったら、ね、米倉涼子さんとか、松島奈々子さんとかいらっしゃるんでしょうけど、うちの師匠の場合はね、美人の代名詞というのは、佐久間よしこさんか山本富士子さんか、どっちかに絶対この二人なんですね。そうですね。ここで佐久間よしこよってここに言ったんだろうでございます。まあね、ところがまたこのうちの相方さんがね、佐久間よしこさんも内海吉江も知らなかったもんですからね。ああ、そうなんですか、展示しちゃったね。ただまあ、ちょっと知らなかった。うるさいからちょっと黙って、とにかくね。で、バスの中でドーッと笑いまして、運転手さんもこう笑っちゃったんですね。で、笑いながら運転したもんですから、その時、まあ、バスで3人跳ねちゃったらしい。跳ねるわけねえじゃねえか。で、とにかくあんた面白い子だから、今度私のやってる番組いっぺん遊びにいらっしゃいって、ここに声かけられたらしいんですね。ここでございます、内海吉江の年中申しておりました。はい。芸人というものは、好奇心持たなくちゃいけないよ、お前たちね。芸人というのはなぜだろう不思議だな、というふうに思わなくちゃいけないというふうに年中思ってたもんですからね。珍しいもの見ちゃったから、ちょっと誘っちゃったんです、内海吉江がね。それまたね、普通誘われても、
も行きませんよ。ね。行きませんけど、この人はずうずうしいから本当に行っちゃったんです。行きましてね。どういう番組に行ったかと申しますと、その当時ね、内海芳恵がね、お笑いスター誕生って番組で審査員やっております、ね。はい、まあ、某局でございます。これどういう番組かと申しますと、まあ、若手の笑いさんがたくさん出てきて、はい、10人の審査員の先生の前でネタを披露して競い合う、そういう番組だったんでございますけどもね、どんな方が出てたかと申しますと、司会がね、はい、ルパン三世の声出してらした、亡くなった山田康夫さん。それから審査員の先生がどういう方かと申しますと、亡くなった東八郎先生。それから、亡くなった大見敏郎先生。亡くなった大鳥圭介師匠と、こういうね、亡くなった人ばっかじゃねえか、お前。生きてる人はいるじゃんと、ちゃんとね、ガッツイ島さんなんかいたんですよ。まあ、生きてるって思ってもないですけど。何を言ってんの、お前。とにかく、この番組あったんです。で、ここにこの人が行ったわけでございます。はい、もう、まさか吉江も来ると思ってなかったもんですよ。そうなんです。本当に来ちゃったもんですから、まあ、来ちゃったものはしょうがないですからね。自分で呼んじゃったんですから。まあ、まあ、楽屋の皆さん、京歌子師匠なんかいらっしゃるところで、ちょっとこの間バスだったら面白い子なのよ、なんて言うんで紹介したんだそうでございますよ。普通だったらね、一周だけでやめときますよ。難しいからこの人次の週また行っちゃったんですよ。行きました。来ちゃったもんまたしょうがないですからね、ちょっと今うち来てる子なのよってんで、まあみんな紹介したわけです。そうなんです。したらまた3週目、また行っちゃったんですよ。3週連続で行っちゃったんですよ。行きましてね。でも3週目来ちゃったんで、しょうがないから吉江が弟子ですって紹介しちゃったんですよ。だからこの人ね、あれで付きまとってそのままずる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 行っちゃった弟子ですからね。今でいやストーカーみたいなもんです、この人ね、本当にね。ストーカーってことはねえじゃねえか、お前。そんなもんだ、あんたなんかストーカーと。いや、俺がストーカーだったらもうちょっとマシな人をストーカーしますよ。なんでそういうこと言って。そういう人、あんた散々世話になったじゃん、あんたね。まあまあ、吉江夫妻がね、最後に、泣こうとした、こんちなんでございますよ。そうなんですよ。最後に、あの時もね、吉江師匠がね、泣こうとか最後にあったという異例でございますけどね、はい、泣き崩れましたね、吉江師匠がね。私、50年芸人をしておりますけど、弟子の泣こうとしたのは今日が初めてでございますなんてね、泣いてくれましてね、ありがたいことでございましたけど、まあね、その吉江も亡くなりましてね、まあ、先ほどから何度も出てる、今年近い期でございますね。早いもんでございますけど、まあ皆さんでもね、捨てる神あれば拾う神ありという言葉もございますけれどもね、まあ吉江が亡くなりまして1年後でございます。そうなんです。恐れ多いことでございますが、もう、古今亭志ん朝師匠から、ね、吉江姉ちゃんがいなくなっちゃったんで、お前らよかったら俺のところに来ないかと声をかけていただきまして。取っていただきました。ありがとうございますってんで、志ん朝師匠のところ伺ったんですよ。はいはい、そしたら志ん朝師匠も死んじゃったんで、ね、これは三回忌の法要は済んだところなんでございますけどもね、もう吉江が亡くなって志ん朝師匠も亡くなるでしょ。行く先々で我々人が死ぬんですよ、というわけだから、不思議です、ね。ですから、寄席の楽屋じゃ最近我々のことをね、うん、片平渚って呼ぶようになってしまう。わかりますか、これ。これどういうことかわかりますか、ね、片平渚さんってね、ドラマに出てくると必ず人が死ぬでしょ。そうですから我々のこと片平渚って呼ぶようになっちゃったんで、そこでね、でもまあ、吉江が亡くなり、新潮社が亡くなりましたけどね、今はおかげさまでね、先生に可愛がっていただいてるんですよ。どうぞ先生、これからも長生きしてよろしくお願いいたします。はい。寄席で家のめくりが、はい。えぐみのめくりが出てるとこですね、お疲れ様。ありがとうございます。ありがとうございます。こういう漫才なんですよ。まあ早いっても早い、もうちょっとゆっくりしててもいいかなという時はあるんですけどね、はい、この人たちね、野坂昭如さんのやってる会にもちょこちょこ来て、あ、野坂さんにも可愛がられてます。野坂先生も可愛がっていただいて、でも野坂さん倒れましたから。でも倒れたからといって、わからないですね。小坂さんは今リハビリを一生懸命やってます、はい、そうですね、はい、頑張ってらっしゃる、頑張ってますので、うつみ恵子さんが元気なんですよ。すごく元気なんですよ、恵子さん。すごく元気で、元気ですよ。不満なのか、そんなことないんですよ。不満そうに聞こえてないもんね。もうね、今すっかり優しくなりましてね。優しいです。びっくりするぐらい優しくなりましたよ。あ、ほんと、いろいろごちそうしてくれたりなんか、そう、洋服買ってくれたりなんかするね、びっくりしましたね。それはやっぱり、それはやっぱりそのことが吉江さんに対する追悼であり、そうですよ、君たちを可愛があることで、吉江さんへの思いがそこにあるんですよ。本当に恵子さん、ありがとうございます。頑張って長生きしていただかないと、はい、そうですよ。この二人っていうか、このところ吉江さんの忍ぶ会というのがあって、はい、この二人も忍ぶ会をするんですね。そうなんです。はい。本願寺で法事をするの？法事じゃないんで、これ本願寺のね、隣にね、ブディストホールっていうホールがございましてね、はい、そこでほら正面玄関入ってた右側ね、そうです、敷地内なんですけど、違う建物、違う建物なんだけど、はい、そこホールがあります。はい、はい、そこでちょっと吉江の七回忌を自然を兼ねまして、いつですか？はい、13日体育の日なんですけど、はい、2時半会場の3時開演で、この日はやっぱり吉江の自然でございますので、音曲漫才などもいたしますので、そうなんです、三味線弾くんですよ、こう見えても。で私踊ったりなんかして、そうなんです、そういうこと、そこで珍しいんですよ。それ吉江さんがそこまで仕込んで、稽古で吉江に仕込まれてるから、めぐみは漫才なんだけど三味線が弾ける。わすごい、はい、昔はみんなそういうのやったんだそうですよ、漫才って。ただしゃべり、いとしこ師匠もおっしゃってました、昔ね、出た時に、いとしこ師匠の楽器お持ちじゃないでしょ、出てってしゃべってたらね、お客さんがね、から早く漫才せいやって言われるんで、漫才してんですよ、してるのに漫才せいやって言うんですって、楽器持たないと漫才だと思ってもらえなかったんです。昔はそうだった。だからいとしこ師匠はギターを持って出てって、ギターを後ろに置いといて、20分漫才やってギター持って帰ってきたんですよ。お客さん怒らないんで、
あの、今ふっと思い出したけど、それこそ受け継ぐという言い方でやると、稽古芳恵さんが持ってた昔の持ちネタがあるじゃないですか、あの、はい、木田の鳥とか、はい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 、ああいうのって受け止めた？はい、止めました。あの、それをもうやらさせていただく予定です。やらせて、はい。ここではやらないのね。え、ここで今ですか？うん、今。今やっていきますよ。いきます。あ、ほんと、ちょっとやってみて。はい、懐かしいから。はい。じゃあ、名著名簿。名著名簿。名著名簿、木に取り留めた。何の木に留めた。松の木に留めた。何取り留めた。鶴取りとまらかして、それそち渡した。受け取りかしこまって、なかなかぶって勝ってんじゃが、木に取り留めた。何の木に留めた。竹の木に留めた。何取り留めた。スズメ取りとまらかして、それそち渡した。受け取りかしこまって、なかなか持って勝ってんじゃが、木に取り止めた。何の木に止めた。梅の木に止めた。何鳥止めた。ウミズ鳥とまらかして、それ、ラジオを聴きの皆さんにお渡しいたしました。おめでたい松竹梅でございました。ここまで来るの、はい、これを稽古芳恵さんがよくやってたんですよ。で、あの芳恵さんがいなくなった時に、あ、名著名簿がもう聞けなくなったんだっていう寂しさがあったんですが、ちゃんと二人にこう届いてることが、これはとてもありがたい。あれなんですよね、あの漫才というのは伝承芸では絶対ないんですよ、うん、だけどもうちの師匠の場合は三味線を持ってましたし、そういった意味では伝承させていただいてるっていう部分ですよね。あの師匠のネタを弟子がネタをやるってことはないじゃないですか、漫才はね。あの古典落語の方はね、あの話をずっと師匠から教えていただくってことはあるんですけども、うん、はい、漫才ってことは全くないんですよ、そういうことが。ね、おかしいよ、普段はこっちが喋ってるでしょ、はい、あっち無口でしょ、うこうなりねえと逆転するでしょ、そんなもんなんです漫才って、はい、ちょっときちんと他の出演者もご紹介して、はいはい、えぐみのようこそ手ぶらでという回でございますが、はい、10月13日体育の日、2時半会場3時開演で、はい、築地本願寺の境内にございますブディストホールというところでございます、はい、お問い合わせの方がですね、マセキ芸能社なんですが、これちょっとすみません、はい、僕は事務所の電話があんまりよくわかんないもんですから03-3560-8255、 これ平日だけになってしまうんですが、あの、はい、お問い合わせの、3560-8255 のマセキ芸能社までお願いいたします、はい、出演がですね、まあ、はい、吉江の七回忌推薦ということでございますので、もちろんあのゆかりのある方をね、稽古にも、もちろんですもらえる、はい、稽古者にも出てもらいます、はい、それとあとあのうちの師匠が大変にも可愛がってたんですけども、はい、弟子よりも可愛がってたんですけど、はい、桂竹丸師匠、はいはい、米丸師匠のお弟子さんなんですけど、うん、もう日本一陽気な明るい話し家さんでございますので、この竹丸師匠と、あとうちの弟弟子でございます、吉江が亡くなった後稽古のところに入った子たちなんですけど、ナイツという、あの今ほらベースで花輪君っているでしょ、はい、あの花輪君の弟なんです。実の弟、本当の弟で、あのうちにあの弟でして入ってナイツというコンビと、あと土屋っていうね、あの二人なんですけど、その、出演者であのお送りしたいと思いますので、三席やります、音曲満点などもやりますので、10月13日2時半会場3時開演、築地本願寺境内のブディストホールでございます。よろしくお願いいたします。はい、あのね、吉江さんってそれだけの人、本当に大変な人だったんですよ。芸人さんだけじゃなくてプロデュースもする、はい、それから違うジャンルの若手をよく育てましたね。そうですね、はい、それ僕随分渡されたから、この子見といて、この子こうしてやめてっていう風にして、はい、で、つまりそういう能力を持ってる芸人さんって今少ないんですよ。だから芸人一筋、芸一筋じゃなくて、吉江さんの場合は芸能界にとってとっても大事な人だったんですね、はい、なのにこういう忍ぶ会って今までしないで来ちゃったんだよね。そうなんですね、うん、はい、まあ大きすぎちゃうってこともあるんだけど、あ、はい、で、あの恵子さんも今も一人でね、講演会とか講座とかやってらっしゃるから、はい、やっとできるようになったんじゃない。それはやっぱりね、相方をなくすっていうのは、なくさないと分かりませんよ。僕なんか立ち直れないからね。はい、立ち直ってる？随分顔色も良くなりましたからね。いや本当にだから大変で、やっと7年経って吉江のことを忍ぼうと恵子さんが思うようになったんだと思うよ。そうですね。うん、やっぱり そこら辺がとても重いね、お笑いの世界の中に生きてらっしゃるけれども、はい、重いなっていう感じがしますね。うん。そうですね、はい、さっきの片平さんは分かりました。はい、僕はああいうの分からないんですよ、ね、先生でサスペンスご覧なんないでしょ。サスペンスのテレビを見ないから、あ、そうだ、テレビを見ないから、テレビに出てる人のことが全く分からない。あ、ね、うん、テレビ持ってます？買ってあげましょうか今度。よし、吉江の弟子に買ってもらう。はい、分かりました。はい、そういうわけで今日は交友録にですね、吉江さんが大事にしてたえぐみが、もうちょっと、はい、もうちょっと言っていいですか。はい、あのね、二人でわわわわやってる時の音程が同じなんですよね。はい、前にも言ったけど、はい、まだ
あのだからラジオだから、特にラジオだから、はい、これブディストホールでやる分にはちっとも構わないけれども、はい、ラジオの時には声の質がどちらか一人変わってないと、噛み合った時に同じ音で聞こえてきちゃう、はい、それは注意してください。そうですね、あの、ま、無理に変えることはないけど、はい、テンポはちゃんともう変わってるわけだから、はい、でもあのオペラってそこが面白いんですからね、バリトンがいてバスがいてテナーがいるからどうやったってちゃんと全部が聞こえてくるわけだから、はい、同じにやっても違う音だと聞こえてくる。なるほど、はい、中央線乗ってごらんよ、その地下鉄乗るでしょ、はい、そうするとあの何行き何行きって言ってる、同時に男と女の声が同時にアナウンスしてるけど全部聞き分けられるでしょ、はい、そうですね、はい、そうでしょ、混乱しないでしょ、はい、ちゃんと人間の耳って分けられるから、はい、そこだけ気を使ってくださいラジオの時には、はいはい、今日の注文はそれだけ、はい、ありがとうございます、はい、それでは、えぐみさんです、お疲れ様でした、はいはい、ありがとうございました、どうもありがとうございました、あ今日法事なんだよね、これから、あそうこれから参ります、これからお寺で、はいはい、これから僕の服に着替えて参ります、服に着替えて松雲寺に、はい、そこに皆さん来ちゃうときそれは人もどうかと思うけどありがとうございました、ありがとうございました、身内の法事なんだからそれではここで番組をお聞きの皆さんに岩手県からのお知らせです。盛岡の秋は映画の秋、映画ファンにはおなじみになったみちのく国際ミステリー映画祭が今年も10月17日の金曜日から19日の日曜日までの3日間、盛岡市の通称映画館通りを舞台に開催されます。今年で7回目を迎える今回のテーマは犯罪と美女、犯罪の陰に女ありということで、美しくも怪しいミステリー作品17本が上映されます。オープニングを飾るのは去年香港で年間の興行収入第1位に輝きましたインファナルアフェア。また新作だけでなくロマン・ポランスキー監督、カトリーヌ・ドヌーブ主演の反発など往年の名画も楽しみの一つ。この他韓国映画エンターテインメント特集と題しまして、日本未公開のワニとジュナ、ポンジュの監督の舞台挨拶もあります吠える犬は噛まない、そして日本からは北村隆平監督が舞台挨拶も行う荒神など話題作は目白押しです。秋の岩手でハラハラドキドキのミステリーの世界にたっぷり浸ってみませんか。チケットや上映スケジュールなどのお問い合わせは映画祭事務局 019-653-1895 019-653-1895 番までどうぞ。TBS ラジオ A 六助その新世界、六助交遊録、岩手県商電社求心製薬がお送りしました。組のお二人ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。